こんにちは、わらだみつえの1分間クッキングです。さて、デザートにアップルパイを焼きました。この断面はまた後ほど。それから今日はこういうものを今からオーブンに入れるんですが、はい、今日はイサキの新鮮なものが手に入ったので、イサキにちょっとお腹に切れ目を入れて、お好きなお野菜、塩をします。それからバターをのせましょうね。それからこのようにアルミ箔でお布団を作って巻いていきます。簡単でしょ。そう、でこのような形にするわけですね。で重ねてます。今日4匹焼きます。でオーブンで今から25分。出来上がりをまたお楽しみに。